さんこんにちは、だからです。今日は伊丹空港のすぐ近くにある伊丹スカイパークにやってきました。ただただね、大好きな飛行機を間近で見るっていう動画になると思います。なんか飛行機がね、近くで見れるって聞いたから来ました。ただね、めっちゃ今日風が強い。前髪ほら大変なことになってる。全部下ろしてたのに。あ、すごい音がしてる。もう飛ぶのかな今から。じゃあレッツゴので、全然初めて来たからわかんないけど、今音聞こえてるよね。だからの後ろ側に飛行機がいっぱいある、空港があるんでテンション上がってるんですけど、とりあえず階段上がって行きたいと思います。なんか中央駐車場に停めました。でもめっちゃなんか夕方混んでて、3年半ペーパードライバーを解禁して今日5回目、6回目ぐらいのドライブ、本当によくたどり着いたもんだなって自分で思います。え、見える？え、すごい飛行機見えてる。来た、飛行機来たよ。見えないね、これじゃ。見える？ここに飛行機が。画質落ちるかな、あんまり大きくしたら。すごいすごい風が強いけど、向こうから飛行機が飛び立とうとしてきてる。え、見えないかな。1.2km あるんですって、この公園。めちゃくちゃ広いから、なんか一番近いかなと思われる、その何、駐車場で中央にしたんですけど、どっち、あ、南が良かったのかな。あっちから飛行機入ってきた。カフェがあるとは書いてたんですけど、夜なんでもしかしたらもう閉まってるかも。とりあえず初めてだし行ってみようかなと思うんですけど、でもこの感じ絶対やってないよね。どっち行ったらいいんだろう、全然わかんない。暗くて怖いよ。どっち、こっち、思いっきりシャッター閉まってるってことはこれまた別、これじゃない、思いっきりシャッター閉まってるじゃん。あ、全部終わってる、真っ暗。あれ、でもあっちなんか売店なんかあるよ、あっち側。行ってみようか。あそこしたら飛行機が入ってくる。あ、来る来る来る。え、行くのもあるじゃん。あ、すごい。これ行くみたい。できたのもある。画像だとね、ちょっと遠いけど結構近く見えますよ。なんだろう、スカイショップだって。スカイショップだって。なにこれ、あ、無人で自販機と、自販機だ、自販機があります。なんか入っていいけど入るの怖いからやめとこう。自販機がありました。
え、すごい、こっからの距離めちゃくちゃ近い、本当にやばいね。すごい、夜景めっちゃ綺麗ここ。え、このシーズンだから本当人いないのよ、いなさすぎて怖い。で、デッキがこんな感じ。上デッキ外から見上げる、下から見上げてもなんか綺麗だね、雰囲気がある、すごい。いや、念願のスカイパークようやく来れた、よく来れたなと思うけど、帰りは混んでないかな、行きたらなんか通勤ラッシュなのか、来るときすごい混んでてめっちゃ時間かかったし大変だったけど、帰りは大丈夫なことを願いたいですね。伝わってればいいんですけど、あと飛行機結構近くで見れたんだなっていう、であとだからが飛行機を見てテンション上がってるっていう、ただそれだけの動画だったんですけど、あれもうめちゃくちゃ本当に広いとは書いてたし、あのホームページに事前調べでめっちゃ広いです。まあ、夜ね、本当に、まあ、平日っていうのもあって人いないのでおすすめかもしれないです。ということで、まあまあこの動画おもろかったんっていう人はぜひチャンネル登録とグッドボタンお願いします。